本日の締めくくりはスタンダードな曲キャラバンを聴いていただきましょう。この曲は1935年にデューケ・エリントンと楽団のトロンボン奏者が作曲しました。今日はジャズオーケストラシカゴのアレンジでお聴きいただきましょう。最後ですので先にソロの紹介をします。トロンボーンのソロは鈴原美晴。そしてティンバレスは私鈴木かのんです。本日は私たちフリーヒルズジャズオーケストラの演奏を最後までお聴きいただきありがとうございました。ご案内役は高校1年生になったばかりの鈴木かのんでした。ありがとうございました。それではキャラバンをどうぞ。
ムクルビスのサンバディーズゴールドドゥイットをお送りしたいと思います。先にソロの紹介をしておきます。フリューゲルホルンのソロは寺田みちる、サックスのソロは大場みずきです。